片城とは、心霊が寄りつく寄り台の一種。人間の霊を宿す場合は人形を用いるなど、心霊が寄り付きやすいように形を整えたものを指す。身代わり信仰により、人間の身代わりとされた。3月の上司の節句に、この片城で、体の調子の悪いところを撫でて、汚れを移した後に川や海に流し、子供の生育を祈ることがあった。 平安系出土人形台京都市考古資料館展示。片城は古代から存在したとされ、縄文時代の土偶、弥生時代の人面土器、古墳時代の人物埴輪などにも確認された。水に流すものであることから草木などが素材として使用された。日本では古代から現在に至るまで古事記や演技式などにも記されている大払いという行事が、 全国の神社で開かれている。この行事において神社から配られた人形台に息を吹きかけ、また体の調子の悪いところを撫でて、汚れを移した後に川や海に流す、ということが行われている。この流す行為は、後に願掛けと結びつき、同時期に行われる七夕祭りと結びついて、短冊を流すことがある。一部に人形台や短冊、 笹竹を炊き上げるということが行われるが、これは、ドンと焼きや密教に由来する行事であり、神仏集合で混用されたと考えられる。現在の、流しびなや、七夕びななどは、片白の名残だとされる。ABC、こんな話知ってるひな人形豆知識。2020年10月27日閲覧。ありがとうございます。